はい、こんにちは。シノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎 ZRX2 マックスカラーのご紹介です。こちらですね、人気カラーの紺とゴールドのラインのですね、マックスカラーをまとった1台です。そして足回りにはですね、ゴールドホイール、エンジン、メインフレームなどですね、ニューペイント済みのリフレッシュされた1台です。非常にですね、コンディションも1台となります。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りですね、ヘッドライトの大きな点灯傷はあれもちろんございません。ウィンカーはですね、小型のクリアウィンカーにカスタム済みです。レンズ割れなどもない状態となっております。フロントフォークの大きなにじみ、漏れ、こういったものもない状態ですね。しっかりとメンテナンス済みです。フロントフェンダーの大きな点灯傷はあれもちろんございません。そしてフロントホイール周りですね、ゴールドホイールにニューペイント、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。アウターもしっかりブラックにペイント済みです。カリパーなどもね、シルバーにニューペイントとなっております。はい、エンジンです。ブラックにエンジン塗装済みですね。ヘッドカラーのオイルにじみ、各種オイルモルトももちろんございません。キャブレターも綺麗な状態ですね。あとはポイントカバーと大きな点灯傷、割れ、こういったものももちろんございません。メインフレーム周りもですね、大きなサビ主色出てないですね。そしてサイドカバー割れやステップ曲がりなどももちろんございません。マフラーはですね、純正マフラー装備ですね。はい、レア周りです。レアももちろんゴールドホイール、ニューペイント、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。スイングアーム、キャリパーともにシルバー、ニューペイントです。テール周りはですね、クリアウィンカーに純正フェンダーですね。はい、シートです。タックロールシートに張り替え済みですね。大きな切れ、破れもちろんございません。タンクはですね、人気カラーの紺色とゴールドと白のラインですね、マークスカラーをまとった1台です。大きな点灯傷、へこみもちろんございません。タンク内も大きなサビ主色ない状態となっております。ではエンジン始動いきます。はい、引き上がりも良好です。ではマフラーオンです。はい、いかがでしょうか。人気カラーマックスカラーをまとっている1台、そしてですね、川崎水冷4気筒エンジンですね。ぜひ、思い切りのね、加速なんかも体感していただければと思います。以上です。皆様のお問い合わせお待ちしております。